ちょうどね、左から右に流れる潮とそれがたるむ境のところです。少しねショートジャンプ短めのアクションというか。サイズを見てますね、そういう意味では。うわ、悔しい。やはり水温低下によりスローな誘いが有効なようだ。そう、こんな時のためにプラグを解禁したのである。Evolve。まずこのインパクトの大きいバイブレーション、20センチ近いもの、18センチと20センチ持ってきたんですけど、これはね実はスジアラを狙うために、持ってきました。で、スジアラ、地合いが入ってくるとですね結構上の方までアタックしてくる結構鋭力の強いハタカの魚なんですね。それに対して有効なのがバイブレーションで、しかもですねハタカであってかつウエイトが10キロ近い、サイズまで入るんででかい餌食ってるんですよね。それが例えば上物の人のメジナであったりとか、潮だまりにいる銀ウロイ、その手のサイズをバッと食ってしまうんで、今回それに合わせてちょっとボリューム感のあるバイブレーションっていうところでね、もうもっぱらスジアラ専用と、いった形で今回バイブレーションを持ってきました。でもう一つね、トップウォーター、ちょっと変わった位置に愛があるんですけども、これこうチョッピングタイプっていって水面でドッグウォークをさせたりとか、もちろんねダイビングペンシルみたいな使い方、対応していくルアーなんですけど、トップに関しては魚が上ずって、ボイルがあったりとか、もしくは浅間詰め夕間詰め、激流の中と、いうような状況の中で青物を食わせようという形でね今回これを持ってきました。プラグで大型魚をキャッチしエボルブした姿を見せることができるのであろうか。次の地合いを伺いつつアプローチを続けていく。朝ごはんいいっすね。確かに何も食べてない。腹が減っては釣りはできぬ。次の地合いまで小休止だ。朝ごはんいただきます。痛みがひどいですか？大丈夫です。いただきます。すみません。作っていただいちゃいました。いただきます。ああ。やったぜメタルパスタ。ダメ。美味しい。しかしどうしたらこんな盛り付けになるのであろうか。それでもフィールドで食べる料理は格別にうまい。今回釣ったら黒豚を用意してます。黒豚ですね。釣ったら黒豚、やりました。これは意地でも釣ります。鹿児島名物ですからね。頑張ってください。わかりました。もうこのご飯食べて気合い入れてちょっと振り続けますよ。黒豚うまそうっすね。水温低下により限りなくタフな状態にある南薩エリア。果たして鹿児島名物黒豚をゲットすることができるのであろうか。ここからはジグに比べてスローに誘うことができるトップウォータープラグでアプローチを続けていく。おシイラだシイラでしたね。今ねチェイスしてきたのシイラだ。やっぱり水温は一手もあるんですね。日が昇り表層の水温が上がったのかシイラが反応した。ここからどのようにバイトに持ち込むのかに注目したい。今チェイスシラ一発あったんですけど、エリアフックね、ジブに入れていきますね。ちょっとねトップに出る前回収してくるとき違和感あって、多分ねあのシーラーだと思うんですけど、まあちょっと活性低いんで頭から降ってきてないんで、ね、ちょっとリアフックでどう出るかやってみますね。シーラーにこだわったわけじゃないんですけども、青物もね活性落ちてくると、リアフックにかけてくることありますんでね。青物狙いでは通常使わないリアフックをセットし、低活性の魚を絡め取っていくという。果たしてどうであろうか。変えていきましょう。スーパースライド。ここでジグのタイプとカラーをチェンジした。スーパースライド入れていきます。大きなジャークで広範囲にアピールしていく。食ったー。スパスライド。こいつはでかそうだ。よし。食いましたね。すね、おお2本かかってる。すいません。よっしゃーハガツオのダブルプンプンですよ。うわリアつけたからね。おおやっと食いましたね。嬉しい。よしね、日中下げしよう。なかなかちょっと活性が低い状態だったんですけど、トップでねシイラが一発を、その後今下のレンジにね入れてたところ、ジガロのスーパースライド、おお、ダブルの上がつ、しかもプンプンこれはなかなか少しね、上の層は一気に回遊してきたんでしょうね。おお、すっげえでっかい餌吐いた。ムロ、サバか、サバ吐きましたね。このサイズかね、すごいね、このサバですよね。それはコンディションいいわけですね。こりゃでかい。ああ、よかった。いや、メタルバスターボーラウンド19、復活の魚はダブルとハガツやっぱりジグを使わせたら釣る。復活の魚は2匹で5キロオーバーのハガツオ。やったぜ、メタルバスター。半年ぶりに決まった。はい、今ね、ハガツオ、ヒットしてきたジグがこちらですね。まだね、仮の名称なんですけども、ジガロのスーパースライド、ジガロファミリーの第4弾という形で今回プロトを持ち込んでね、投げてきました。で、このジグの最大の特徴はですね、アクションを入れた時のもう横へのスライド幅の大きさ、これをね、追求していったモデルです。で、素材は、鉛ではなく G ライトメタル QR と同じなんですね。なんで、まあ、ロッドワークに対するアクション、これ大きいんですけども、非常に高いんですけども、何はともあれもう滑走していこうという形でね、開発してきました。ちなみにね、今釣れたアクションはボトムに1回つけて、そこからねスライドさせていって、今度中層でね、竿先下げていった状態で、横方向の動き、これに食ってきましたね。で、ちなみにね、これ、第4弾のジガロなんですけどもね、兄弟でいうとこんなイメージになりますね。一番上、こちらがねノーマルジガロになります。そしてね、2番目こちらが、ジガロマッシブ。少しね塊感が出て、コンパクトなシルエット、ね、ベイトが小さい時に非常に有効なジグですね。で、その下、こちらですね。これがねロッドワーク、まあ、小さい入力から大きい入力までハイレスポンスを目指した QR クイックレスポンスで、一番下、ね、今回持ち込んできたのがこちらがスーパースライドですね。プロトタイプなんですけども、まあ、それぞれの特徴を、引き出すことでね、よりショアジギングの、釣りの幅広く深く、楽しんでいくことが可能になりますね。ぜひね皆さん、これのリリース期待して、さらにねショアジギングの魅力、感じていただければなと思います。この後ついに本命ターゲットが登場。そして狙っていたあの大型魚が現れる。